はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。土曜日ですね、5月15日、もうね、5月も半分あれですね。5月15日土曜日のですね、今9時42分ぐらいです。早いでしょ今日はね、あれ1時から移動してですね、不動産売却相談会をやるんでね、ちょっと早めに来たんです。目覚めたんがね、8時半頃かな。ねえっと来て、な、行かなあかんわーって、ね、ちゃんと来たんですよ。真面目でしょ、ほんまに。基本真面目なんですよ、私もね。自分の仕事に対しては。まあ、はい、行きましょう。で、これ昨日見てたんですけどね、愉快なお隣さんについては、私こうやって喋ってるんですけども、時々ね、彼らの中にもですね、ものすごいね、まともな見方ができる人がおるんで、びっくりするんですけど、おおよそ、でも偏ってるんですけど、偏ってるし、なんて言いますかね、冷静ではないというか、現実的ではないっていう、空想的なんですけども、時々やはるんですよ、現実的な人が。で、ひょっとびっくりするんですけど、これなんかそうですね。中央日報、貼りませんよ。中央日報、実施各会って、時ですね、あと、あれですね、視力の視ですね、目の。で、各はおのおのの各ですね、各人、各、で各か、もう一つの各は隅、飛車角の各ですね。これだから、このコラムの名前でしょうね。あれみたいなものですね。朝日新聞の天星人語みたいな。本当に素晴らしい国、韓国という。で、何を犯人やろうと思ったら、ものすごいこれが皮肉ですね。面白いですよ。こんな感じ。莫大な借金、自営業者の損失保証問題が勢いよく燃え上がっている。ムン・ジェイン大統領はひとまずこれを無視しているところだ。数日か前の特別演説から抜いてしまった。だが国会には銀行借金免除法が上程されて論争になっている。これね、面白いこんなんやってんのっていう世界ですけど、政府と与党は120兆ウォン、過去11兆円ですね、を超える商工人、小さな商工人ですね、まあ、お商売人ですね、その辺のお店やってある人の貸し出し元金満期をすでに2度にわたり今年9月まで延長した。つまりね、銀行からお金借りてるね、その辺の商売人さんはね、返す期限をね、伸ばしてええでっていう法律作ってる。どう作ってほしいわ、ほんまに。もう50年先に伸ばすとかいう法律作ってくれたんですけどね、日本もね。今度はいっぱい借りるんですけど。今までは銀行に圧力をかけていた、今は減免免除を法制化しようとしてる。要は特性例ですね、借金返さんでええでっていう。それやってもいいんですけど、やったら誰が損失を被るのって、政府が補填するんですかね。もちろんできないことはないだろう。子供のお小遣いまで用意しようとしている国だ。10億ウォンの予算で小学生に毎月2万ウォンずつ配分するという。だいたい10分の1ですから、2万ウォンって言ったら2000円ですね。子供の基本消費権利を保障するということです。そんなこと国がしてくれんの？財政自立度がやっと 10% 余りの区長だ。まあ、よう分かりませんけど、基礎年金を受けている65歳以上の高齢者に月10万ウォンの別途お年寄り功労手当を追加し支給するところもある。これは地方によってなんでしょうね。10万ウォンって1万円ですね。キョン軌道、軽軌道って言いますね、日本語では。キョン軌道は青年面接手当を30万ウォンに増やした。何なんでしょうね、面接手当って。面接したら お金くれるんですけど、30万ウォンって3万円、ね、欲しいわ。僕でも青年ちゃうわ、もう浪人や老人。素晴らしい国だ。コロナ災難の前にできないことなど何があろうか。たとえそうだとしよう、問題はこれからだ。コロナがおそらく終わる来年にはもっと素晴らしい国が来るようだ。大統領選挙の局面に召喚された20歳1億ウォンは、よう分かりませんね。国民1人当たりに能力開発費2000万ウォン、軍除隊時300万ウォン。軍除隊したら30万円もらえるの？3000万ウォン。300万円もらえるの？軍隊行くやん、みんな。
毎月30万ウォン住居供与、3万円ですね、もらえたらいいやんね。年100万ウォン国民基本所得、あ、これベーシックインカムですかね、年10万円もらえるの。は600万ウォン、60万円なの。それぞれすでに追加エンジンを装着した。いや、なんかすごいばらまきやらはるんですかね。ええやん、別にばらまいたら。第2、第3のカゴと、ちょっとよくわかりません。は各地域に溢れるだろう。過去とって何なんでしょうね。そういうのあったんですかね。どうせ自分の懐が痛むわけではない。より無責任な側が勝つ選挙戦だと。まあずっと書いてありますね。ちょっと何書いたのかようわからんところもあるんですけど、壮大なばらまきをやってですね、その今の共に民主党の大統領候補を当選させようという動きがあるんでしょうかね。まあいかにも。お隣さんってね、と僕らとは常識が違うんでね、何でもありみたいなところあるんですよね。まあ日本も最近何でもありみたいなところありますけどね。最後のところ言いますね、途中だいぶ飛ばしました。これほいでね、貼りませんのでね、自分で探してくださいね。中央日報著存オンラインは貼らない方がいいということが分かりましたんで。大統領選挙出征式のような支持集会と出馬宣言が休みなく続いた1週間だった。これ以上遅くなる前に財政準則ができてこそ戦うことができる。どのように生きるかを学ぶためには一生が必要だというセネカの話がある。セネカって何なんでしょうね。ローマの人ですかね。国の経営を学ぼうと寝かしておいたのかもしれないが、今は政権末だ。国を滅ぼす道をすっかり理解してもいい頃だ。公の金で世界旅行をするのは誰だって嬉しい。だがそれは身の程知らずだ。数年か前、アルゼンチン大統領が IMF 国際通貨基金に手を広げて話した言葉だ。私たちは身の程をわきまえずにいた。言わんや借金をやって。なんか言い方がな、ようわかりませんけど、要は、今、お隣さんって財政があんまりね、まあ健全ではないですね。まあ日本より健全ですよ。世界一ですから、日本の不健全度って、日本財政のね。まあまあその日本は置いといて、かなり健全ではないんですけど、でもさらに借金をしてですね、ばらまきをやろうとなさってるわけだって。やったらええやん別に。どんどんやりーな、そんな。な、日本に負けたらあかんわ、そんな。日本はですね、政府の借金がですね、GDP の 200% を軽く上回りました。今、1200兆円とか言われてますね。で、日本の GDP って550兆円ぐらいですから、もう200何十%がなってますね。210% ぐらいですか、220% ぐらいですかね。こんな国、世界にないんですよ。5、6年前にキャンキャン騒いでたギリシャがですね、あれが 100% やとかで騒いでたわけです。でもうあかんっつって、もうお前ら EU 出ていくか、緊縮財政するかどっちかせえって言われて、はい、緊縮しますってやってるのが今のギリシャなんですね。日本はなんで言われへんのかというとですね、それはからくりがありましてですね、日本の場合はですね、円で借金してるわけであって、円発行してるのは日銀であって、あれ政府機関なわけですね。でも韓国もそうですよ、ウォン発行してるわけですから、ウォンで借金する分には全然 OK なわけですよ。ところがところがお隣さんはですね、ウォンの借金だけでは済まへんところがあってですね、時々ですね、ドルで借金してあるんですよ。これが返せなくなると結構困るんですけども、ウォンの借金はね、ええやん、別にどんどんやったらええやんっていう世界で。まあその分ウォンが安くなるんですけどね、あまりやりすぎると。日本はなぜかですね、インチキしまくってる割には円はそんなに安くはならない。まあ相対的に安いですけどね。本来1ドル70円ぐらいでもいいかなと思ってるんですけど、まあちょっと借金やりすぎてるんで日本も甘いということでございますけど。まあお隣さんの中でもですね、こうやってこう、ばらまき、ええ加減せえという、まあ、簡単にはこの社説みたいな、まあ、そうやと思うんですね。ばらまき、ええ加減せえよ、お前らって。要は、選挙に勝ちたいために、子供にお小遣いまで配ってんのか、みたいな、そういうことを皮肉っぽく言ってる。お隣さんってね、割とほぼ皮肉系、ブラックジョーク系苦手かと思ったら、ちゃんとこうやって言われる人いるんですね。そんな上手じゃないですけどね、これ読んでて思うのは。そんな上手じゃないんですけど、ちゃんと皮肉言えるんやなという。もう直線的にキャーッとこう来るのがお隣さんかなと思ってたんですけど、まあこういうこう文化も多少あるんですね。まあ日本に比べたら、あるいはイギリスやドイツってあいつらも皮肉うまいですからね、ブラックジョークとか。
に比べたらまだ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 ですね、素人っぽいですけども、まあ一応あるんやでということでございますね。探してください、中央日報、本当に素晴らしい国という、まあ、記事というかあれですね、コラムでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。